ドルアが私これ集めていますので、これ買っていこう。はい、ハードオフ到着いたしまして、来たんですけど、ここね、駐車場が100円パーキング兼ねておりまして、利用することで2時間まで無料ということです。まあでも100円で、20分だったかな、110円で20分かな、まあ、それぐらいの料金なんでね、気軽に来れるんじゃないかと思います。ここはハードオフとオフハウスが合体しているところですね。はい、で1階はまた別のお店が入ってるみたいです。では行ってみます。1階はビクトリアゴルフ、2階がオフハウスとハードオフ、そして3階はね、なんかスポーツができるとこなのかな、まあ、そんなところみたいですね。サッカー場の絵が描いてあります。ミニサッカーだろうね。はい、ハードオフはこっちですね。はい、ニコのね、1J2、これ珍しい色だなと思って見てたんだけど、値段変わんないんだよね。はい、ケースの中なんだけど、 PSP5、 それの向こうにビータ TV、これ2台あるね。まあ若干高いのかもしれないな、うん、ゲームボーイミックル、これがね、任天堂のファミコンのカラーの他にこのシルバーのやつある。お客様のお呼び出しを申し上げます。番号が18番でお待ちのお客様、お電話終了いたしました。お待ちのお客様でお越しくださいませ。これは珍しい。日曜日までオフハウスの生活系家電、食器、バッグ、腕時計、キャンプ、新生活の準備など、ファミコンディスクシステム、ディスクのゲームがね結構あるんだよ、ね、これがねケース付きだったりするわけだから、なかなか、ああ一応何も裸のやつもあるんだね。でもこうやってねケースのやつが付いてるってのはいいね。値段もそんなに高くはないかな。はい、ドルアが私これ集めていますので、これ買っていこうかな。腕時計、キャンプ用品、ベビー用品、連続販売。値段がね330円からってのはね、なかなか探しがいがあっていいかな。いいね。いらっしゃいませ。はい、ケースの中なんでね、かなりレアなものも揃っているんではないかな。ここにね、ゲームボーイの、これがマザー1と2、そして3と箱で揃っております。すごいまあまあ綺麗な状態ですね。あ、ゲームボーイウォーズアドバンス 1+2 がありますか。まあ思った通り値段はいい値段をしております。お、これも、これは初めて見たぞ。MSX のカセットテープだ。これまだ動くだろうね。でもってこの値段は何？こんなゲームあったんだ。いやこれ欲しいな。PC エンジンのね、ヒューカードのワルキューレの伝説。はい、別の島に来たんだけど、こうやってねケースに入ってるとこもう一個ありまして、なかなか見応えがあります。
生活の準備など、ぜひ今回の会をご活用くださいませ。本日もお楽しみくださいませ。あれ、さっきと値段が随分違うけど、バリューセレクションだかな。スラムダンク。ツインファミコンでこの値段は安いでしょう。ディスクは動かないけど、この値段はほとんど見ない値段かな。だいたい1万2、3000円してるもんね。うわ、プレステ3だらけだ。はい、ジャンクコーナーやってきました。ちょっとね、ジャンクコーナーゆっくり見ていきたいと思います。はい、ケースの中でね、ゲームを見てたんですけど、上を見たら1000ワットの電源が、3300円。これは安いんじゃないかな。はい、またありました、プレイステーション3、プレイステ2が使えるやつですね。値段の方が2200円。できるできない、電源が入るとかね、切れるとか何も書いていませんので、多分仕入れたまんま置いたような状態です。ちょっと電源の確認だけできればね、やりたいな。あるかな。はい、 PC98-01RX21、 電源入りませんでしたですが、3240円。まあ3300円でしょうね。はい、綺麗に、ね、分けられると思ったんだけど、結構なんかごちゃごちゃで見にくかったですね。ちょっと残念なポイントでした。 3D プリンターが置いてあった。16,500円。おお、まああまり大きなパーツは作れないんだね、やっぱり。こんだけの、ね、カセットがこれぐらいだから、こんな感じ。まあ、そんなに大きなものは作れないけど、ちょっとしたパーツなら作れそうだね。とまあこんな感じでね、いろいろと見て、やはりね、新しいところは楽しいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。